韓国、ソウルで今季開幕を迎えた米大リーグドジャースの大谷翔平投手がもたらす日韓関係の改善効果に英氏も注目している。ライバルである日本のアスリートに惜しみない賞賛を与える傾向があまりない韓国のスポーツファンも、大谷は特別扱いだ、とし、両国間の親善大使としての役割を大家が担う可能性を見通した。画像、夢じゃないだろうか。 韓国ファンは大興奮。大谷翔平がアイドル顔負けのポーズを決めた実際の場面高尺スカイドームにも大歓声が響き渡った。20日、パドレスとの開幕戦に2番 DH で出場。5打数2安打1打点でチームは5-2で勝利した。試合前には A 氏、ザ・ガーディアンが、韓国人さえも群がるほど愛される野球界のスター、と題する記事を掲載。 米国の競技で会場は韓国。しかし、すべての目は日本人スーパースター、昌平大谷に継がれる、と切り出し、その影響力を伝えた。巨大なスポーツライバルである日本のアスリートに惜しみない賞賛を与える傾向があまりない韓国のスポーツファンも、大谷は特別扱いだ、とした記事は、関洋大学のスポーツ文化専門会ジョンソン氏の証言を紹介。韓国社会の雰囲気は、 日本が好きだとこうに言うことをしばしば難しくさせています。しかし大家に関しては、我々が好きだと言える初めての日本人選手かもしれません、と言う。イ・ジョンソン氏はさらに、もしかすると、彼に韓国の名誉市民権を与えることさえ考える人もいるかもしれません、とも続けた。韓国でも異例の人気を誇る大谷。同志は、大谷は比類なき万能選手として、 博愛主義者として、うやうやしく、あるいは少し身長深いスポーツ界の著名人としての地位を確立した。今週、彼は親善大使というもう一つの重要な役割を切り開く、と締めくくっている。